おはようございます、こんにちは、こんばんは、カリさんちへようこそ。はい、皆さんお元気でしょうか。もう今ね、本当にいつ自分が死ぬのかっていうのはわからないわけで、まあ事故で、ね、死ぬのか、まあ病気で死ぬのか、まあ今回のようなウイルスで死んでしまうか、まあ地震とかそういう災害で死んでしまうのかっていうのは分かりませんけど、自分の葬儀ね、考えたことがないですね、考えたこともないというか、考えないようにしているっていうかね。その旦那さんのそういうことも考えないようにしている部分があるかな。まあね、倒れてたらどうしようとかね、倒れてなくてもさ、そのね、寝てる時に、まあ、亡くなってるっていう場合もあるんで、その起きてこなかったらどうしようとかね、気が動転してどうしようどうしようっていう風になっちゃいそうな感じもする。まあ、その後にさ、なんだろう、その子供とか一緒に同居している人間がいたら、まあ、心の持ちようはあると思うんだけど、まあ、それがないので、なかなかそのまあ旦那さんが亡くなったっていうショックっていうのはない、亡くなることは少ないので、まあ、すぐに、ね、働きに行くとかそういうのがないからと思うんですよね。どうなんだろうね。まあ、私もね、資格とかそういうのがあれば、まあ、すぐにって言ったら怒られるけど、ある程度のものっていうかね、あの仕事を見つけられるんじゃないかなと思うんだけど、仕事に役立つ仕事っていうかもともとないし、取ろうかなと思ったんだけど、まあそれなりにね、通信教育とかそういうのもお金がかかってしまうので、なかなかですね。だからね、本当に小学校じゃないか、中学高校でね、まあ、通信販売とかで、通信販売じゃないや、通信教育でもいいからね、そういうあるじゃないですか、3ヶ月でこれが取れますよみたいなやつ、でそういうのが取ればよかったなと思うんですね。私もね、そういうチラシとかあってて、取り寄せようかなと思ったんだけど、まあね、それをもってな、どういうところに行きたいんだって言われそうだし、どういう仕事に就けるかどうかっていうのも分かんないからね。まあどうしようかなと思ってて、まあ、もし今のね、記憶が持ったまま、そのタイムスリップっていうか、タイムリープっていうか、そういうのができるんだったら、そういう通信教育で、まあ、仕事に役立つようなね、ものをやれたらいいなとは思いますね。でもまあ、今からやってもね、いいかなと思うんだけど、そうは言ってもね、自分が死んだらね、その資格っていうのはなくなっちゃいますからね、効果がなくなっちゃいますからね。皆さんどうでしょうか。もしね、よろしければご意見いただけたらと思います。それで皆さん、さようなら。